スは入っていけるのかもしれないですね。ただ失点が多いことは間違いなくて51という数字、はい、これトップ10以内のチームで中ではダントツに多いんですよね。さあ前半の45分スタートです。どんな入りになりますか。まずは緩やかですがジュニオルサントスが左に来ました。そのプレッシャーはないと思いますね。まあ点を取るということにやっぱ集中していると思いますね。なるほど、はい、前線回り込んでジュニオルサントスです。あさあ一人剥がしてフィニッシュ、先制ゴール、ジュニオルサントス今シーズン11ゴール目。立ち上がりの2分に F マリノス先手を取りました。でここですね、入れ替わりましたね。いやでもシュートも落ち着いてましたね。あの逆サイドに振る方法もあったんですけれども、ゆるき、そしてコロキ、その前にキーパ ー、チャンスはマルティノス、ループーバーが助けてくれました。あれはしかし帯の判断でいいところで前へカバーしたんですよね、はい、まあ、できればもう少し大きく、ね、クリアしたかったですね。なるほど、水沼入れる、これは合わなかったヘディングシュート2点目、前田決めてマリノスが突き放しにかかります。前半の10分前田決めて2対0、もう一度サイドでボール受けて、まあ、この右足ですね、まあ、ニアサイドにこれオナイが入ったことで、まあ、後ろのディフェンス岩波ですかね、やっぱ少し、まあ、スクリーンになって見えなかったんですかね。やっぱあのオナイの前の決める場は興梠、さまざまな記録が待っています。あうまい、オナイウアドもらったチャンス、そのままフィニッシュだ。3点目小池決めて大きく突き放す14分。まあこれ縦パス入ってジェネルサンスワンタッチでオナイのところに入れたんですよね。それでインサイドにポジション取ってた小池が、まあ、そのまま前に出ていって、まあ、シュートですね。このサイドバックティーラトンがちょっとひっくり返されました。縦へのパス、あいやこれは不運だ。オウンゴールで F マリノスは失点。レッツこれはラッキーな1点が入りました。1点とゴールキーパーの間のスペースやっぱ狙ったってことがこのゴールにつながったと思うんですよね。あやっぱハイラインの横浜の背後のスペースっていうのはやっぱ狙える場所だと思うんですよね、ですから横浜マルティネスから前田が行った、前田が方向を変える、オナイウアド、そして水沼、またチャンスだ、クロスボール来るぞ、水沼右足、そして胸トラップ、ジュニオルサントス、まだ浮いたボール、シュート、4点目。 F マリノスさらにまた3点差と広げました。警戒するんですよね、ですからやっぱゴール側には早く戻るんで、逆にマイナス方向にうまくここを合わせましたね。まあ多少裏の守備は今シュートブロック甘かったかなっていうのはありますけれども、まあここはチャンス、そのまま武藤入れた、うわータッチはない、興梠飛び込んできましたがうまく合いませんでした。しかしさあ後半のスタートです。ああいい守備ですね。さあレッツマルティノス渡して、いやーこれは合わなかった、興梠、長澤から興梠、ティーラトン、山中、そしてここはシュートチャンスになりました。ミドルから打たない、右からそのまま水沼の今度ふわっとしたボール、オナイウ、最後西川です。一山越えたんですよね。いやこれもコントロールされたいいクロスでしたね、縦にこれはいいもらい方をした、チャンス、そのままドリブルしてシュートはタイミング外しました。さあチャンスです、正面からフィニッシュもあるぞ、一度右の水沼へ、水沼今度は渡したボール、オナイウ、水沼綺麗に決めた、今日の水沼素晴らしいアーティスト、5点目。受けて中につけてワンツーで左足のインサイドで巻いて逆サイドのサイドネットへ、
これがさあチャンス、水沼です。水沼ワンタッチから中に入れて、オナイユ、西川これはうまくブロック。今のいい読みです。そしてチャンスになりました。これチャンスですね。さあここから中川、中川シュート、強烈な左足でしたが枠は捉えていません。ジュニオールサントスドリブル、ハーフウェイライン超える、まだ引っ張る、まだ引っ張る、2対2、チャンス、そのまま中川、キーパーの西川。レオナルド、山中チャンスだ、決定機、1点また返して、浦和レッズ5対2。よく走ってきたマルティノス。いや、ここでうまく相手のプレッシャー逃げましたよね。逃げたことで最終的にディフェンスラインの背後のところでスペースありましたよね。はい、山中のクロス来ました、浦和レッズマイナス。今度はボールを奪って松田、そしてジュニオルサントス、巧みな足技からパスを提供、そしてシュートまで、惜しかった、止められず。ジュニオルサントスの個人技ですね。はい、まあ、こういうオープンな展開になるとやっぱこの力っていうのは大きいですよね。